桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組は桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。橘が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一つぼは俺のこの手で差し出しますよ親父。